牛田優里は、香川県出身の女子バスケットボール選手である。2008年から2017年まで、WJBL の伝送アイリスに所属した。ポジションはフォワード。ニックネームは、そう。地元丸亀市の城西ミニバス、丸亀東中を経て、大川学園高校に進学する。3年生次の2007年にインターハイ、国民体育大会、ウィンターカップで優勝した。 卒業後の2008年、デンソーアイリスに加入した。2010から11シーズンは、試合出場が増え、レギュラーシーズンで26試合とプレイオフセミファイナル3試合に出場した。2011年7月、U-24 日本代表に選出され、ウィリアム・ジョーンズカップに出場。2013から14シーズン、デンソーは、W リーグ3位で、プレイオフに進出する。 プレーオフ準決勝では、同2位のトヨタ自動車アンテロープスを破り、チーム史上初のファイナルに進出する。牛田は、トヨタ戦の第3戦に約38分間出場した。また、この2014年、ニガワアジア大会に出場する日本代表に選出され、銅メダルを獲得した。2016から17シーズン終了後に退部し、選手生活から引退した。 引退後、2017コーチ都市活動。2020愛知県 U14 アシスタントコーチ都市、活躍中。平成23年度女子 U-24 日本、代表チーム第33回女子、ウィリアム・ジョーンズカップ参加日本バスケットボール、協会は、上田雅彦。伝奏アイリス初のファイナルへ。頑張れ、牛田。バスケットボールスピリッツ。アートグラフィック新潟。 2017年6月19日閲覧。大部社のご報告。伝送アイリス。https コロンスラッシュスラッシュ www.denso-iris.jp スラッシュ20177スラッシュ04スラッシュ10スラッシュ E9%80%80%E9%83%A8% E8% 80% 85% E3% 81% AE% E3% 81% 94% E5% A0% B1% E5% 91% 8A-2017 から4から102017年6月19日閲覧ありがとうございます